はいどうもこんにちはしのぐです今回紹介する艦はソ連ティアゴ巡洋艦のブジョンヌイですブジョンヌイはプロエイクト94によって開発された軽巡洋艦であり黄色普及巡洋艦の発展型です原型艦に比して大型化され防御力の大幅強化が図られていました手砲の光景は小さくなりましたが射撃速度は向上していましたまあというのがゲーム内の説明で、まあ、本艦はですね まあこのウォーゲー,ミング、まあ、このゲームの運営会社ですが、まあ、これがですね調査によって、まあ、公文書からですね発見した資料によって独自に設計された艦なんですね、まあ、つまり「ワールド・オブ・ウォー・シップス」オリジナル鑑定で、まあ、やはり現存はね実在はしていなかった缶、まあ、となっているんですね、まあ、ただですねなんかさまざまな資料を見てねしっかりとやったようでなんかそのサビの位置とかもねなんか工夫しているようで対空砲の配置とかもね まあかなりね、気合いの入れた缶で結構、ね、近代的な、うんまあ、見た目になっているようですね。まあ、といった感じで、うんまあ、今回に関しては手術紹介はないといった感じになっています。そうですね、まあ、この間からなんですけれどもいよいよですね、この間から、えー、ソ連の、ね、特徴的であるこの 152mm 砲になるんですね。まあ、これ、ティアナのチャパイフまでマ、まあ、クスーズオフチャパイフまで、ね、変わらないので、まあ、しっかり、ね、この特性を把握して戦っていけばいいかなと思います。 まあこの方はですは、ね、ソ連の1 1 2ミリ砲は、まあ、他国よりもです、ね、発火率は高いですし、口径の割にね、あと威力も高いので、まあ、非常にですね優秀となっています。でまた、ティア5体ではね基本的にまあ貫通できる部分が多いので、うん、これでねかなりダメージ稼いでいけるかなと思います。まあ、このティア体ならね別に力の均衡はね特に乗せてなくても、まあ、ある程度、ね、ダメージ出せると思いますね。 ででまあそうですね装填時間もまあ軽くもねかなり優秀なんですが、まあ、AP 弾自体もね結構貫通力優秀なので重要、うん、艦、同角巡用艦あたりねあと前込下した、まあ、格上艦あたりもね全然貫通できるので、まあ、使える場面あったら、ね、しっかりと AP 弾ね使っていけばいいかなと思います。まあもちろんね従順みたいな、うん、威力はないですけどまあ手数がある分ね結構停滞ダメージを与えられるしまた、あ、そソ連の1十2ミ、mm、リ砲はねアメリカのとかとは違って弾道性能がかなり優れているので。 あのかなりですね遠距離もあの着弾が早いのでまあ当てやすいかなと思います、まあ、ただちょっとブジョン縫ね自分までちょっと当てるのが苦手なので今もまだね練習中といった感じですね。で魚雷に関してはね射程が短いので、連数は多いですがね射程4キロで、そしてソ連巡洋艦はね船体はめちゃくちゃ長くて、戦艦並みの長さですし、あと走行もですねやられやすい走行になってはいるので。 あのー、まあねかなり使える場面は限られるかなと思いますうまくね接近していくのも、まあ、至難の技といった感じですねはいで機動戦に関してはね速力結構優秀なのであのー、まあ加減速はね速いのでそれを活かしてねうまく敵の戦艦のね砲撃をかいくぐればいいかなと思います、まあ、ただね旋回半径とテンダーはねかなり悪いのであのー、他のね巡洋艦みたいにねくるくる回って回避とかいうのはできないので うんそうね、立ち回りには注意が必要ですね、まあ。そして全体的に隠蔽性も悪いのであの遠距離から見つかりやすくなっているので戦艦からの、ね、反撃は特に注意が必要ですね。まあ、そしてティアゴの部城縫イからですね一応この水上戦闘機とレーダーを、えー、変更できるので、まあ、これはねお好みで使用していけばいいと思いますが、まあ、レーダーのです、ね、動作時間は、まあ、たった15秒しかないので、まあ、これ結構、ね、短いです。えー、正直ね2回ぐらいしか多分打てないと思うので。 うん、あのーまあ、これはね、えーまあ、駆逐艦をね仕留めるというよりは、まあ、追い返すとかとどめの刺す用ぐらいにしか使えないのでまあ注意が必要ですね。あ,のあんまりねこのレーダーがあるからって、まあ、むやみにね駆逐艦を仕留めに前に出過ぎてしまうと、まあ、発見されて、ね、やられてしまうということもあるので、まあ、これはねあくまでも、あのー、うまくね使っていく必要があるかなと思いますね。まあ、ただ、えー、有効範囲自体はかなり長いのでで、まあ、それでも、まあ ティアゴで、ね、レーダー持ってる感が多分いないと思うんで、うん、これはね有効に使える場面はまあ確実にあるかなと思いますが、まあ、一応ねまだちょっと駆逐艦あたりだったらねティアゴの駆逐艦はそんなに早くないので自分はね一応今回は水上戦解きでいこうかなと思います。はいそれではね、まあ、ウォーゲーミングオリジナルの「ブジ武将竜」ですけど、まあ、今回はねこの間で早速戦っていきたいと思います。 はい、で早速、まあ、ニューメキシコが射程に入ったので打っていきましょう、まあ、ベルファストも、ね、いるので、まあ、この A 方面で来ましたけど、まあ、だいたいこっちは、ね、敵の戦力集中しがちなので、まあ、結構怖いですよねああ。来てますね、これはちょっと左に舵を切って引き打ちというか、まあ、この島を、ね、生かしていきましょうか、まあ、結構このポジションでよく使うんですけど、まあ、今回、ね、ブジョンヌイに関しては、うん、あの射程伸ばしてないので。 あーで結構怖いなこれがねソ連中から怖いところで隠蔽性が悪いので結構航空スポットとかでもね発見されて危ないんですよね。も戦艦砲だったらもう死んでましたね。<laughs> はいといった感じでねもう結構本当に突然死があー訪れるんですけど、ショールズですね。これね本当航空スポットさえなければ何でもないテントだったんですけど、うん、こうやってねふらっとできた飛行機に。 まあ見つかってしまうのでで注意ですね、まあ、ただ、島裏ポジションにはつけたので、うん、航空機も一応落としたので、まあ、ここからあでもまだ飛んでんな、うん、敵の戦艦狙われないように、まあ、結構もうそれに重要、ね、ソ連巡洋艦ね射程抜かれるっていうのは結構あるんで、まあ、ただ、このポジショニングは、ね、あのいいポジショニングかなと思います。一応、火災特化してるだけあって発火率結構ありますね。 でまあ、ブジョンヌい、この1 5 2ミリはですね結構、弾道性能も低くて当てやすいので、まあ、遠距離でもね結構当てやすいですね。で今回はまあ航空機自分で積んでいるんですが、まあ、航空機は落とされてしまっていると、まあ、レーダー強力ですけど、まあ、あんまね最近駆逐艦がいないので、まあ、あとレーダーのねその処理力もですねそこまで高くないので最近、視界取る駆逐艦が少ないことも考えると。まああのー 航空機の方がいいいかなと思います <laughs> あの今みたいにね、打たれたらその加速して回避するとかも全然回避できてませんでしたけど、うんまあ、そういった、ね、回避方法も結構大事ですね、まあ、ただ 10km 以内でやることじゃないので、まあ、今のは、ね、もうちょっと早く加速しといた方が良かったですねでニューメキシコからも車線が通っているのでここはバックして隠れましょう危ないですね、まあ、正直もう3回ぐらい死んでてもおかしくない状況ですけど でベルファストも危ないですね。でまあ、ただもうね、ここに来てしまったんで、もう撃てるだけで撃っておきましょう。いや、これ死ぬかな。さあ、営2匹も突っ込んできてるし、まあ、ただ、フソは燃やしてますね。まあ、ベルファストこれ見つかってて危ないですが、まあ、とりあえず営2匹を仕留めれば、うん、で、フソまた燃えてますね。で、営2匹も燃やして、 このプッシュがね、結構怖いですね。ベロハストこれ、円幕間に合わないだろうな。さっき使ってたばっかだから。はい。で、K2 ヒアを燃やして、で、フソも撃っておきましょう。あただ、これでちょうどね、あの、左に敵いなくなったので、これ、島体にね、逃げていけますんで、これなかなかいいかなと。で、ブジョンヌイもいるけど、まあ、ここね、なかなか、うん。このラインをで、なかなか敵も出てこに来れないかなと。いった感じですね。 で、負、ま、荘、あ、は多分3か所ぐらいあれ燃えてるんで、ああ、で消しましたね。まあ、ただ、ちょっと狙っているので、また加速,加速して回避と。加速性能だけはいいので、加速で砲弾を回避だけど、ああ、ベルファスト狙ってるわ。<laughs> はい、ベルファストがまあ、やられてしまうと。できればね、これ、ベルファストの煙幕が再装填できてれば、まあ、2隻でね、煙幕射撃なんて言ったら強かったんですけど、まあ、惜しいですね。 武将、まあ、ヌイが来たのでここ AP 弾入れていきましょう AP 弾でああ口駆逐がうまく使ってますね AP 弾は結構貫通力高いので同角ぐらいの巡用化だったらね効きますね、まあ、ただ、まあ、当然貫を、ね、縦にしてきたので、まあ、ここはね H 弾で削りましょうそうなんかチラチラねなんか視界が通って怖いんですがこれって何の視界だろうな駆逐かなそれともこの島では隠れきれていないのかちょっとねよく分かりませんけど まあこのポジションで結構アトランタでも使うんですけどソ連巡洋艦だとね小回りが利かないからなんか難しいですね。まあ、ただ、中長距離への射撃本当にやりやすいのでそれはあのー、このブジョンヌイからね楽しくなるかなと思います。でまあ味方を、ね、ニューメキシコがやってくれましたと。 さあ本当今どっかまず駆逐艦がいるんでしょうけどね、で、まあ、先ほどね、開幕でぶち抜かれたショールスがまあ、いるので、これ攻めてきたんですね、真,真横を見せてるんで、A、で打っておきましょう。はい、されましたね、いや、これ、ショールスね、まあ、自分も今乗ってますけど、めちゃくちゃやられやすいので、うん、まあ、難しいですよね。で、B に駆逐艦かなが入ったので、いや、これ、駆逐艦かなあ、ベルファストか。 はい、B にベルバス入ったんで、もうこれ、正面に来るんで、このまま AP なんで、打っていきましょうか、でもこっちに、ああ、こっちに来そうだな、これ、れはい、まあ、ようやく上げた戦闘機もベルバスの強力な対空砲でやられちゃいましたけど、まあ、最悪、まあ接近戦でも、一応、ですね、こっちソ連ですけど、まあ、魚雷があるんで、ベルバスで若干有利ですね。 さあ AP 弾っていきましょう。まあ、ただこれ弾かれますね。うんまあこれも魚雷でいきましょうもう。さあもう AP 弾で一応打ってきますがまあ、貫通できないですね。でここで大きく舵を切ってもう魚雷攻撃いきましょう。ちょっとね真横見しちゃいますけど。はい痛いですけどこれ魚雷打って。いやぶつかるわこれ。あああいったおおお。いった。<laughs> 今ね、安全距離内だったんで危なかったですけど後ろの方が当たってくれましたねこれ <laughs> はいベルファスト撃ちんと、まあ、ただこれベルファストが突っかえてちょっとしばらく脱出できそうにないですねこれはいさあなんとか沈没したベルファストをかわしてでこれ駆逐艦がねこっち見てますね多分ねまあ、こっち方面にいる、うんと思います まこういうときね、確かにレーダーあったら便利なんですけど、うん。まあ、今回はね、航空機と。で、相手の口管はゲーデと暁ですね。まあ、こっちサイドにいた口管見てなかったんですけど、ま、駆逐艦がいるので、迎撃に向かいましょう。まあ、ただ、こっちも体力が少ないんでね、うん、まあ結構砲撃戦になったら、結構やばいかもしれませんけど、まあね、もう優勢なんで、 削るだけで、ね、削っておきましょうで一応怖いのでソナーも使って魚雷警戒、まあ、ただねソ連巡洋艦機動性が悪いので、あのー、うまくね魚雷かわすっていうのは結構難しいですね正直うん、まあ、結構ね食らっちゃうこと自分も多いので、まあ、ソナーをね過信せずにしっかりとね、あのー、敵の位置とかを予測して、まあ、回避運動していく必要があるかなと思いますねまあただ駆逐艦の方向に関して完全に見当がつかないので うん、まあ、どこに行くかちょっと分かりませんけど。ああ、これ三連続操作が暁ですね。はい。で、こっち方向に、ああ、いました、いました。で、震えるか。で、これ打ち、ああ、で、魚雷は多分大丈夫そうなんで、撃っていきましょう。うん、まあ、軽くはね、ありますね。で、魚雷が、このコース危ない。一回これは加速して、ここで一気に舵を切って、 はい回避でですねでこれで砲撃に集中していきましょうまあ、ただ、相手もちょっとね体力低いんで打ってきてるんでちょっと危ないですけどで、ああそれ強い <laughs> ちょっと艦西機あげて、ね、探しましょううん、ああこれ煙幕射撃ね強いですねまあ、ただエンジンが壊れて煙幕内に入りきれていないのでギリギリ見えてますねこれはただ相手からの砲撃でああやられた。 おーでも一応 <laughs> はい、相、ま、打、あ、ちにまあ、持っていけましたねなんとか危ない危ないうんまあこれでねまあ、一応役割を果たせたかなとまあ、やっぱ連射速度が高いので駆逐艦の処理能力ねめちゃくちゃ高いですよねはいまあ、ただま船、あ、体がでかいので、まあ、魚雷のねさっきは危なかったですけど あの魚雷警戒ね必要ですね、まあ、一気にね全問射撃しているとあの横もね AP 弾でぶち抜かれる可能性もありますから、うんまあ、油断せずねやっていく必要があるかなと思います、まあ、ただねこっから、うん、152mm になって連射速度上がってねめちゃくちゃ、うん、手数がアップしたので、まあ、火災とねあと AP 弾の感通力もありますから、まあ、それもね生かして戦っていけば まあ結構ね強い巡洋感かなと思いますねはい、それでは今回はブジョンヌイでしたご視聴ありがとうございました